皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切弘です。今日はフェイスパウダーの使い方やフェイスパウダーの裏技テクニックのご紹介をしたいと思います。最近ではパウダーレス、そしてファンデーションにパウダーが含まれているようなアイテムが増えているので、パウダー離れをしている方がたくさんいると思うんですけれども、そんなフェイスパウダーをどのように使うとさらに美しさが増すというような秘伝のテクニックをご紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。それではスタート。今日はテクニックのご紹介になってきますので、フェイスパウダーの材の種類に関しては、また後日ご紹介をしたいと思います。そこで本日選ばれたフェイスパウダーというのが、こちらのオシャネル様のフェイスパウダーになります。ノンパールタイプのものを選んでいるので、皆様がお持ちいただいている、プレストパウダー、フェイスパウダーで対応できるものになっております。大体ね、こういうフェイスパウダーってさ、蓋を開けるとさ、パフが入ってるじゃん。パフを使わなきゃいけないって思ってる方も結構いるの。はい、使ってます。でさ、使う時ってさ、結構全顔に乗せやったりする。乗せてます。でしょ。でも可愛いから許される。今だけ可愛い。年齢重ねてくると可愛さにも変化が訪れるんですよ。今はね、やっぱり例えばシワが少ないだったりとか、ほうれい線も少なかったりとか、どんなそういう隠すものが少ないっていう方は全顔に乗せてもとっても可愛いマットに仕上がるんですけれども、やはり年齢を重ねたエイジングサインが出た場合には、フェイスパウダーをこのようなパフで全顔に乗せてしまうと一気に老けた印象に見えてしまうんですね。じゃあ早速やっていきたいと思います。今ご紹介したパフは使わないのではないんですね。使う場所というのがあります。このパフとこちらのフェイスブラシ、そしてスクリューブラシ、リップのチップ、綿棒を使っていきます。このやり方次第でメイク崩れ、そしてメイクの発色、持ちの良さ、美しさのキープ力っていうのがグッとアップしますので、重宝すると思います。それではまず一つ目のやり方がこちらのパフになります。このね、中にこれ、付属になってると振るじゃない。振って、そうするとこうやってお粉がつくわけです。で、このお粉がつくのを何回かこうやって繰り返していただくと、パフにね、こうやってどんどんいっぱいついていきます。これをですね、揉み込むんですよ、こうやって。これは知ってるよね。嘘でしょ。本当に今の若い子知らないのかも。なんか手でちょんちょんって軽く。あ、なるほどね。振ったら揉み込むっていうのがルールなの。このね、起毛の中にちゃんとパウダーが入るわけ。そうすると均一につけることができるっていうルールがある。で、これをね、パーッとつけてしまうと均一感が出てしまって、顔がフラットに濃面に見えちゃうんですね。このパウダーというのは基本的にこの顔周りに使っているのが重要なのが、この生え際なんですよ。この生え際がですね、ツヤが出てたりとか、スキンケアのクリームの残りがあったりとかすると、光の反射でフェイスラインが上がっておでこが広く剥げて見えてしまうんですね。なので、この部分にこういう感じで滑らせて飲み込んでいきます。生え際の産毛というのが自然とふわっと赤ちゃんみたいな印象になるので、この産毛の部分が油っぽく汗っぽくペタってなってしまってると、疲れた人に見えてしまうんですね。ピュアな産毛の印象ってなかなか難しくない？難しいね。ね、でもまだピュアだよ。そうですね。わかるな。でもね、そのピュアな印象ってどんどんね、少なくなってっちゃう。汚れていくから。そう、その汚れをですよ、顔全体のトーンアップで汚れ補正ではないんですよ。フェイスライン、産毛を立たせるっていうのがポイント。ここまでが顔なんですよ。そしてこの顔周りのポイント、この顎周りですね、この部分もマットにしていただくっていうのがポイントです。この中ではないんですよ、この外側、この部分をマットにしていただくことによって、質感のコントラストに一体感が生まれるというと、この部分は髪の毛がかかったりとかしてペタッとなっちゃったりとかするじゃん。ツヤ肌になってさ、髪の毛がペタッとついてるさ、油みたいなさ、汗みたいなさ、そんな印象に見えちゃうから、ツヤ肌なのにサラついてるっていうような軽やかな印象っていうのが今のトレンドですので、もう今だけじゃないわよ、これから永遠のテーマ。パフのやり方、顔周り以外にパフをですね、半分に折っていただきます。これを眉毛の中に入れ込むっていうのがポイントです。滑らせたりしないんですよ。こうすることによって眉毛がふわっと立って毛も立体的に見せることができますので、必ずこういう感じで押し込んでいただくっていうのがポイントになります。
そして次に皆さん最近流行りのこのフェイスブラシです。このブラシでフェイスパウダーをのせていただくとより軽やかで自然にフィットさせることができますので、まずそのやり方もご紹介します。もうフェイスブラシにつける場合にはこういう感じで一回ですね振ります。蓋にお粉がつくんですよ。ちょっとしたお粉をこのフェイスブラシの中にこうやって入れていくわけで、入れたら表層だけに取るんじゃないんですよ。このブラシの中にこうやって入れ込む。やっぱり手の甲でも一回こうやってなじませるの。こういうねお粉というのは中に入れるっていうのがポイントなの。だいたいほらブラシの表層につけてちょんちょんつけてさ、ちょんちょんつけたりするじゃない。それって意味ないのよ。ブラシの意味をなしてないの。このね MIMC のこのフェイスブラシというのは密度の高いブラシになりますので、とってもね綺麗にのせることができるので、目を閉じていただいて、まずまぶたの中にふわっと一はけ、そしてあとは T ゾーン、ここもやっぱりテカってはいけないので T に入れる、そして小鼻の横、そしてお口周り、ここにふわっと入れていただくことによって、ベースにつけたファンデーションの質感は損なわずに、自然とファンデーションのフィックス力を高めながら自然な透明感をプラスすることができるのと、メイク崩れを、ね、防いでくれますので、こういう感じでふわっと入れていただくのはこのフェイスブラシの役目になります。ここからがヒロ直伝のテクニックでございます。ここでね、このスクリューブラシと綿棒とね、リップチップを使うわけ。全然想像つかない。つかないでしょ。お顔の中に毛があるじゃない、はい、眉毛にまつ毛にこのフェイスラインの毛、はい、この毛の質感、角度、量によって顔の印象っていうのが変わりますので、その質感調整ということと増毛と立体感をこのスクリューブラシとフェイスパウダーで作っていきます。こうね、フェイスパウダーが上についてるんだな。これを一回このスクリューブラシでこうやって取るわけです。取っていただいたら手の甲でこれスクリューブラシの中にパウダーを入れ込んでいくので、スクリューブラシ自体をねマットにするので、この状態で眉毛をふわっと立たせていく。毛自体にパウダーをこうやって絡ませていくと増毛したように見えるのと立体的に見えるんですよ。もう一回これつけてもともと毛が少ないわっていう方とか、毛がなんかどっちらかっちゃってる方、そういった方は毛の油分を抜いてドライにするっていうのがポイントなんです。そうするとねふわっと浮き上がるわけ。あとは毛ってもう一個あるじゃない、まつ毛で、まつ毛というのはやはりこうスキンケアクリームが残ってたりとか、お化粧水がまだ毛に残ってる状態というのは、ここからアイライン、マスカラというのがつくと、そのベースについてる油分や水分によって落ちてしまうんですね。水分や油分をこのスクリューブラシにつけたフェイスパウダーで一回こういう感じで毛にパウダーをつけていきます。マスカラやアイラインのフィット力と持ちが抜群に良くなってます。知ってた？知らない。でしょー。だから適当にね、最近なんかラフにのせましょうなんてあると思うんですけど、本当にラフにのせちゃってる方は大変よ。ちょっとドライになってるの分かる？そう、この状態では別に素敵ではないんですよ。でもここから毛自体がドライだとビューラーした時もちゃんと形状記憶してくれるので、上からもマスカラちゃんと塗りやすくなりますので、これね、覚えておいていただくととってもいいと思います。お次は、綿棒を使います。で、この綿棒もまた、このフェイスパウダーをこれくるくるくるっとつけるわけですよ。で、手の甲で一回なじませます。二重ラインもそうなんですけれども、一番落ちやすいっていう部分がですね、目尻の三角ゾーンというのが一番油分が出やすい部分。なので、この部分に今つけた綿棒のパウダーを、くる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 っと、こういう感じで、1回、2回、からの3回、こうね、3回乗せていただくのがポイント。この部分だけはスーパーマットにしていただいても乾いた印象に見えないんですよ。目の下のこの部分というのはパウダーを乗せすぎてしまうと乾きすぎた印象、そして透け印象に見えるんですけれども、この目尻の三角ゾーンというのはマットにしていただくことによって清潔感プラスメイクの持ちを断然良くしてくれます。ちょっとこうやって一発でつけすぎちゃったなと思ったら裏を返して何もついてないところでコロコロ。で、綿棒を使う理由としてはブラシを使うと広範囲にパウダーがついちゃうんですよ。この小さい三角ゾーンだけ乗せたいので綿棒の先を使います。コロコロフェイスパウダーを隠し入れておくと、とにかく美しさがキープします。あともう一つ綿棒を使うパーツとして大切なのが、僕はね必ずね小鼻のこの横をやるんですよ。このね小鼻のこの部分だけコロ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 
ここの鼻周り口周りがドライな印象になっちゃうと老けて見えるんですよ。なので絶対崩したくなく、そして崩れやすいこの小鼻のこの脇だけ、見た目にはね分からないんですけど、ちょっとしたお粉の仕込みによって崩れ方がとにかく雲泥の差なんですよ。そして次はこの使い捨てリップチップ、これにねまずお粉をつける、これコロコロなじませるわけ。これはもちろんリップチップなのでリップにつけるんですけれども、リップもやはりベースにつけたものが滑ってしまったりとかはみ出てしまったりするっていうことがありますので、例えばグロスを使った場合、なんかいっぱいつけちゃって可愛いなんてつけちゃってさ、それがさテロンって垂れてきちゃったらさ、恐ろしいビッチ感出るじゃない。そのビッチ感をせき止めるための方法っていうのがあるので、まずこの縁の部分に粉をこうやってフィックスしていく。まず半分やったらもう一度こうやって取っていただいて、そしたらまた口角からせき止め役としてこのフレーム状にね、こうやってマットに、こうすると最近リップライナーとかもトレンドじゃない、はい、でリップライナーって唇が滑った状態だとなかなか色がつかないのよ。なんですけれども、際の縁の部分にパウダーを仕込んであげるとリップライナーがすごい綺麗につくんですね。上もこのフレーム状にこうやってお粉をねこうやってフィックスさせていく。こうすると見た目ではもちろんわからないんですけれども、この口周りにマットなパウダーを仕込むことによってリップを大胆にのせても外にはみ出ることもなく、せき止めるためのテクニックになります。で最近なんかはさ、あとパウダーリップっていうのも流行っていた。パウダーリップを使う際にも必ずこのリップチップにお粉をこうやってつけていただいて、パウダーリップの前にまず唇の中央からくるくるくるってこういう感じで粉を均一に仕込んでおくんですよ。こうするとパウダー系のリップがとっても綺麗にのりますので、でポイントなのはこの唇を正面から見ていただいて3分割に割ります。で3分割に割った3分の1の中央だけこの粉を仕込むんです。もう唇の中央だけマットにしてパウダーリップをのせていただくとトレンド感を引き出すマットリップの完成になりますので、覚えておいてください。もうね、お粉といえどもこれだけのやり方、これだけのツールを使うと美人印象と雰囲気美人を作るやり方になりますので、これはパウダーを使うっていうことが全体に均一にのせるっていう概念の方というのはもう概念崩してちょうだいっていう感じで、プロのメイクさんは必ず使うテクニックになりますので、そこも覚えておいてください。皆様いかがでしたでしょうか。今日ご紹介させていただいたパウダーのテクニック、このやり方をですね日常に落とし込んで使っていただくことによって、ローライトを入れてないのに自然に小顔効果、そして奥行きのある奥行き美人を作ることができます。この動画が良いと思ってくださったならば、いいね高評価ボタンにチャンネル登録、そしてコメントをいただけたら嬉しいです。それではこれからもどんどんビューティー情報テクニックをご紹介していきますので、楽しみにしていてください。